自分を見つめ直したいあなたに、ギャングパレード。個性派事務所ワック所属のアイドルグループ、さまざまな試練を乗り越え、今年1月再始動を発表。5月からは新メンバー2人が加入し、13人体制に。そこで前回の放送では、第一印象が怖い反応がエド怖い、そう、怖い、仲良しなのが今日まで。新メンバーから先輩メンバーの直してほしいところを発表ということで、今回は先輩メンバーから新メンバーに一言。2人結構入っても立つんですけど、いまだにライブで1列目で前に誰もいなくなった時に振りを間違える。ダメなやつ、やばい、シンプルダメなシーンで、まあ、半年ぐらいは許してましたけど、もう許しません。ほら、はいはい、なんか入った時に人数も多かったので、こう伸び伸びやっていいよって言ってくれたのに甘えてました。はい、間違いないです。もう伸び伸びだけではなく、はい、しっかり引っ張っていけるように頑張ります。それは分かってくれててよかった、はい、頑張ろうな。頑張ります。今夜は彼女たちの新たな決意を込めた新曲プライオリティを披露。新体制になって3作目のシングルになるんですけど、振付でもですね、こう心の目を表す振り付けがあるんですけど、こう自分を見つめ直して、過去にこう縛られずにどんどん前に進んでいくんだぞってい こう決意みたいなものをすごく13人本気で、歌っておりますので、本気度を注目して聴いていただきたいなと思います。バカなふりをして諦めた。見えてないふりした、見えているのに、わかるふりをして泣いてた。恥ずかしいことだけど、向き合うこと
フル尺初披露できてめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとう。